こんにちは、トーマです。大復刻ガチャってことで、見ましたか？もうあれだね、安室さんだけ大注目、安室さんだけ大注目ガチャと言っていいでしょう。スキルには解放できません、入手できませんって書いてるけど問題ありません。スキルにはおまけみたいなもんだからね。はい、溜まった状態でスタートさえあればもう最強のトリプルゼータ安室さんだから、もうこれだけかな。これ持ってない人は引いてもいいっていう感じかな。はい、あとはまっちゃん、黒、沖谷すばる、赤い周一、まあこの辺はおまけかな、強さ的にはね。コラボキャラ1体確定、これはあれかな、多分罠のやつかな、多分 0.6 と 0.7 ね、 0.6 と 0.7 で多分コラボキャラ1体確定はあれでしょ、どうせだよね、変わんないんだよ結局変わんなくてわかります、 42%。 いやいや、犬やしゃエスとアレババ 42% で喜ぶ人おるん、これ逆に。だ結局上の確率は変わんないからね、ランク高いやつは。はい、もういいや、コラボキャラ1体確定はそんな意味ないという感じかな。はい、でチラッとは見たんだけどね、これまっちゃんはもうマックスなんだよ、松田さんはね、松田さんも限界突破マックス、安室さんも俺は限界突破マックスだから意味ないでしょ。工藤はマックス、もう強敵だったからこの辺はね、工藤マックスで、沖谷すばるさんは8なんよ、すばるさん8 で赤井さんも1だから、これはあれだね、もう沖谷すばると赤井さん狙いだね。うん、俺だけね、俺はまさかの沖谷すばると赤井さん狙いで、行こうかな。はい、虹出るまでで行こうかな。はい、スタンプは意味ないけど、とりあえず10連でいきましょう。レバーワン、10連単発で交互でいくか、10連ずつね、10連何言ってる10連いって単発10回いこうか、虹出なかったらね、まあ、金からも一応ありにしようか、金からもまあありにしようか。うん、これ10連ダメだな、これ多分10連ダメだな。わあ、結局10連と単発10回繰り返したらね、結局単発が勝つっていう結果が出てるからね、今までの傾向的に。はい、じゃあ単発10回ちょっと長いけど、ここはパパッといこうか。単発だったらあれか、でもこれ A ランクないから金ばっかか、これ単発金ばっか単発金ばっかじゃない。よし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 、10回いこう。単発4、合計14連で、どっちか、犬夜叉は違うもん、これ復刻じゃないからだって。これで多分10回目だ。はい、単発多分10回目。まあ、虹来たけど犬夜叉だからなし。でない。おっと、続くな。10連で決めようぜ。さすがにダメだよ、犬夜叉は。犬夜叉は復刻じゃない。30かな。30だね。うん。よろしくね、赤井さん。もう、10連。いや、もうこれ金多いな。どうするこれ。これもう、多分ダメ。あーダメだね。はい、ダメー。もう、復刻出ねえぞ。40。はい、また単発10回いきまーす。31連目。Ladies and gentlemen! 多分これ10回目な気がする。ちょ、待って、出ないぞ。もう、10連オン。ちょ、待って、なくなったわ、もう。何やってんの?よし、10連で決まった。ちょうど決まった。よし、これは金タップしようか。よし、これで決まる。一応。Ladies and gentlemen!
よしよしよし、頼む頼む頼む。赤井さんか沖谷すばる。まあ、実質赤井さん。おお、室さん出ちゃった。室さん出ちゃった。俺じゃないねん、俺じゃないねん。みんなに届け、みんなに届け、安室さん。みんなに届け、安室さん。んー、よったー、沖谷すばる2枚抜き、安室さんと沖谷すばる2枚抜きってことで、最強が出たわ。みんなに届け、トリプルフェイス、安室透。